始まりました山県チューブです。祝、えー、7000人を、えー、突破しました。ありがとうございます。えー、今日はあのー、夜9時から記念ライブやりたいと思います、えー。よかったら皆さんご参加ください。よろしくお願いいたします。はい今日は桜庭さんですね。 桜庭さんはグレイシーハンターとして名を馳せましたが、実は初めっからハンターでした。そんな桜庭さんの別の一面が見れるスーパー都市伝説、妄想おとぎ話をこれからお話ししたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。じゃ早速ね、話していきます。 えー、まずはですね、えー、借金取りからの電話っていうのがあります。はい。で、これは何かと言いますと、えー、僕はあの練習生時代ですね、あのー、合宿所にピンクの電話があるんですね。合宿所ってのはピンク電話なんですね。お金を入れて自分たちでかけたいときにかける。で、向こうからかかってくる分にはそのピンク電話を取るんですけども、で、それがあのー、鳴るんですね。チリンチリンって言って、 僕はもうバット一番下の人間があの優先的に出るんですけど、パッと取ってはい UWF が祝辞で,ですってこういうわけですね。で UWF が祝辞で,ですって言った時きに、えー、電話の向こうから、えー、こういう風に来ます。えー、もしもし、えー、こちらジャックスですけど桜庭和さんいらっしゃいますでしょうかとかっつてねこう来るわけですよ。えってなって。 でそれっていうのはですねあのまあ今あんのか分かんないですけど、えー、学生ローンの,、ね、あの会社なんですよねで学生ローンから電話があって僕こうやって「あ桜さんあのジャックスからまるまるからです」とかっつってこう言うと桜尾さんがその先にいて「マジマジ今金ねえんだよ山本」。 お前立て替えられるってこう言うわけですよ。え、ね、ってなってで、いや、ソープ代高田さんからもらったのがそういえばあるから、それでなんとかみたいなとかあ、ちゃんこ線はこうあるんですよね。こう、ちゃんこを作るために必要なちゃんこ線っていうのがあるんですけど、それでお前なんとかやりくりしといてくれよ、みたいな、そういう感じで僕は、 あの、桜庭さんのその、えー、ジャックスとか、このね、学生ローンから連絡がこういの、いろいろ来るんですけど、それの対応をしていたと。で、僕は桜庭さんに、えー、実際借金いくらぐらいあるんですかつってい、いくらぐらい借金して、したんですかっつったら、これぐらいだって言うんですよ。これぐらいです。これぐらいです。ね。で、 イエーってなって、で、何に使ったんですかつって言ったら、うんー、飲み食いだよ。とかってんすね <laughs>。すごくないですか飲み食いで、んだけ借金して、UWF の練習生になるんですよ。すごいなと思って僕。やっぱりこう、ただもんじゃないでしょねえ。 でも、それで僕びっくりして、で、桜庭さんっていうのは、あの、中央大学でレスリング部の師匠をやられてたんですよね。で、その時にやっぱりこう3年生とかなると後輩とか,かね、飲み連れてったりとか飯食わしたりとかって、こうやっぱ親分肌をね、こう出してこうやってたらしいんですよねだからそう。そういうの、まあ、あの、また俺も大変なんだよ、みたいなね、感じで。 てててたんんでああそうそうかそうかっっかかうういうのあるんだなと思って僕ほらね学生その大学とか行ってないんで分かんないそういうの分かんなかったんでああそうかーと思ってでまあ協力してましたねそんなことがありました、ね、それが借金取りからの電話でしたはいで次にですねえー、俺が最強っていうねお話をしたいと思います ま、俺が最強というのはですね、あの、まあ、高田さんの付き人をやってですね、まっすぐ合宿所に終わって、えー、僕らはなかなか帰らないんですよね。僕は帰るんですけどね、桜庭さんは帰らないんですよね。で、やがても,もう一軒行けぞとかって感じで、僕誘われて、桜庭さんの行きたいところにこう行くという。で、そこで、まあ、また、 ね、ちょっと引っ掛けて、一杯に杯引っ掛けたりとか、またあの、屋台のラーメン屋行ったりとか、まあそういう感じで桜尾さん付き合うんですけど、その時によく言ってたのが、やめむって、この会社で一番強いの誰だか知ってっかとかつって言うわけですよね。で、僕はもう、ね、お前もちょっと言いましたけど、いや、高田さんでしょう、と。高田さんが最強ですよ、つって。一番でしょう、と。 って言うわけですね。って言うよ「そんなことないでしょ」って言ったら「もういつもひいひい言ってんじゃないですか道場で」つっ,って「もうもうみそくそ決められてもうゴミみたいなね感じじゃないですか」っつったら「バカやれ決めさせてやってんだよ」とかって言うわけですよね。だからもう やっぱりこの人ちょっとやっぱり頭おかしいわと僕思って、やっぱすげえなと。なんかこうやっぱり、あの、言うことがいちいちこう、普段の道場での桜庭さんと全然違うんですよね。で、僕はそれをあの、A 面 B 面でこう例えるんですけど、まあ昔ね、 あの、A 面、B 面ってこう、コメント欄でもこれちょっとわからないっていう人いたと思うんですけど、昔あの、カセットの時代だったり、CD の時代だったりね、今はね、もうあんまりこう変えたりとかしないかもしれないですけど、こう、そういう時代って A 面と B 面ってこうあるじゃないですか。で、それに例えてですね、この、あの、ね、表変するという、例えを、 あの、その A 面から B 面に変わるということで表してるんですけど、桜庭さんっていうのはね、それがね、結構楽さがあるんですよね。で、それが僕は面白くて、桜庭さんとそのアフターで話しするのが結構日課、ある時日課になってて楽しかったんですけど、まあ、あの、あまりにもこの共変するんで、いや、面白い人だなーって思ってました。それでですね、 普段、道場では、あの、A 面のね、方の桜庭が起動してるんですけど、まあ、見事に気を殺すのがうまいんですね。あの、もう、もう、すごい気を殺してますから。これなんか、あの、先輩たちにこう、雑用とか、なんか、声かけられない、無駄に声かけられないように、もう、本当に桜庭さんがそこにいないかのようなぐらい気を殺す天才なんですよ。 で、結局、結局、一番下っぽの僕が、もう、わちゃわちゃやっちゃうっていう、こう、もう、ね、動きまくって。えー、で、桜さんは、こう、ね、本来、一緒、桜さんも練習生ですから、動かなきゃいけないんですけど、全然動かない。はい。まあ、そういう一面が A 面ですね。で、B 面の時は、あの、あと、タバコも吸ってましたね。 はい。で、僕、合宿所で寝る場所が桜庭さんの隣なんですよね。桜庭さんの隣なんですけど、その桜庭さんの上にはエアコンがあるんですよね。桜庭さんはもう寒いのが大好きで、もうエアコンガンガンかけるんですけど、そのエアコンのその、この風が出るそのね、角度がね、僕のところなんですよね。 桜尾さんがと到来て、ちょうど僕のところなんですよ。だ僕はもう特に夏場はですね、あのー、凍え死ぬかなと思うぐらい、もう、ちょ、エアコン直撃されてて、もう大変な感じ。それでも桜尾さんちょっとエアコン緩めてくださいよ、桜尾さん。つって、なんでだよ、お前、暑いだろ、つって、まあ、我慢しろよ、とかつって、そう言うんで、いや、寒すぎますよ、とつって。 言った覚えでがあります。では、それがですね、えー、俺が最強というね、お話でした。はい、次にですね、えー、中世をね、誓えというお話をしたいと思います。あのー、以前のね、動画でも、あのー、最初の方のね、動画でも話したことあると思うんですけど、あのー、UWF にはあのラッパーというね、あのー、いじめというかね、仕事があります。 その、スパーリングの時にやるんですけどね。そのスパーリングの時にやるラッパという、えぇ、ー、仕事になかなか僕はですね、耐え、えー、きれ綺麗なさそうにこうなってまして、その時に桜尾さんにね、相談っていうかね、桜尾さんが、やめめて、レッペの逃げ方教えてやろうか、ってこう、こう来るわけですよね。で、ラッパの耐え方、逃げ方教えてやろうかって来るわけです。 んで、もう、僕はもう、ラッパさえ逃げられれば、もうね、僕はもう、あとはね、どんだけね、スクワット何千回やろうがね、腕立てね、何百回やろうが、もう全然もう耐えれますから、つって、こう、教えてください、つってこう言って、そうかと。じゃあ、お前、俺に、中世を誓え、とかつってね、<laughs> 中世を誓えるか、っていうわけですよ。ん <laughs> で、いや、 中世を誓えってすごいこと言ってくるな、この人、と思って。普段はもう、ね、A 面ではこう、気を殺してこうね、おとなしい感じでやってんのに、もう、ガラッと B 面が出た時にはもう、そんな感じで僕に来るんで、いやー、と思って、でもまあ、もうね、あの、税外費でもそれ、もう、生き残るためにはもう、聞きたいんで、いや、もう、 違いますよって言って、いや、教えてくださいつってつって、僕はそっからの仕事を、まあ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 耐えれるようになりました。しんどいは変わんないんですけどね。ただこう、あの、うまく、要所要所ね、いいとこ取,取って、こうね、苦しさをこう紛らわすことができたりとかですね。またこの、えー、散々こう、苦しんでるふりしながら、こう、頑張ってあがいて、 逃逃げげようとしなながら逃げるみたいなでもその辺の要領が桜尾さんのおかげで桜尾さんあのねあのさっきもさっきの話でも言いましたけどあの,あの決めさせてやってんだよみたいなね、うん、あ,のあんまりこう逃げるのうまいとこうあの練習が長くなるっていう傾向が先輩も意地になってずっとこうやるわけですよねだからそういう傾向があるんで桜田さんっていうのはそういう要領を 最初から使えてた人で。まあ、やっぱりね、学生時代レスリング部やってて、こうね、1年生からこうね、2年生、3年生のこのいびりを受けながらこう上がってって、こうね、首相にまでねなっていった人ですから、やっぱそういうね、あの、容量が効いたのかもしれませんよね。まあまあ、そんなことが、えー、ありですね。で、僕はまあ、あのー、 その桜庭さんに,のにそういうちょっとこう臨機応変さとか容量の良さだとか、えー、ずる賢さだとかそういったものを結構学んだ感じがしますね。である時その僕と桜庭さんの間にもう一人中原さんっていうねあの佐野さんと一緒に SWS からこう一緒に流れてきたあのもう SWS ではマスクマンとしてデビューしてた人がいたんですけどもその人 ががいたたんんででちょっっとその人の人方がやっぱりデビューしてたんで本来は桜尾さんよりも上なんですけどえ高山さんの下になったんでねだけどそのデビュー高山さん高山さんも最初デビューしてなかったでで中原さんはデビューしてたんだけど UWF はまたね格が違うっていうことであの宮さんだと思うんですけどねこうお前も練習生からやと一回練習生佐野さんはあれだけどお前は練習生からやとっていう感じで。 練習生からやってたわけですよ。ね。プロレスラーとして一度は SWS でやってたんですけど、マスクマンだったね。で、UWF なったら一からやってた人がいました。ね。で、そんな人がですね、いたんですけど、その人、すごい人はいいんですけど、ちょっとこう、容量がね、よくなかったり、ちょっとバカだったり、おっちょこちょいだったりっていう、僕はね、あの嫌いじゃなかったんですけどね、すごい優しく最初、いろいろね、 あの、教えてくれてたんでね。まあ、すごい、うーん、ね、人はいい人だったんですけどね。だその人がすごいやたらとですね、道場で宮津さんに怒られて、えー、当たられて、もう大変な目に遭ってて。で、ある時、お前もう降格だと。お前もう桜庭の下行けと。いう風になりまして、あの、高山さんの下、桜庭さんの下、つって僕のすぐ上になったんですよね。 で、そんなような、ええー、まあ、感じのことがありましたね、桜庭さんのやっぱりね、あの、容量の良さがですね、その、先にデビューしている、ね、プロレスデビューしている人の容量の悪さを超えてしまうという、ええー、を誓えて良かったな、というお話でした。<laughs> はい。えー、次にですね、ええー、 えっと、ギルガメッシュナイトっていう <laughs> お話をしたいと思います。えー、これはですね、あの、土曜日の深夜にその当時やってた、あの、ちょっとこう、お色気番組、あの、知ってる方、覚えてらっしゃる方、いるかもしれないですけど、えー、がありましてですね、まあ、やっぱりね、節制してこう、合宿場生活、道場と合宿場のね、行ったり来たりの、もう本当に閉ざされたような世界でこう、 やってますから、やっぱりみんなね、溜まりますよね。で、その時にそのお色気番組がですね、あの、我々練習生とか、またあの、タイ人のね、トレーナーでボーイ・チョウ・アイ君とかね、ゴーン・イタジャイとかいましたけど、みんなのこの、癒しのね、あの、時間だったわけですね。 で、それで、目の保養ですよね。で、それ、14インチのちっちゃいテレビがね、こうあって、あのー、どっかから拾ってきた、あのー、スーパーの買い物箱の、えー、を逆向きにして、その上にこう乗っけただけのね、あの、地べたでこう見るようなテレビだったんですけど、それを僕らはかじりついて、こう見るんですね。休みの、休みの前、ま、前の日の夜ですよね。 で、それの最前列で、ど真ん中で、こうやってかじりついてるのが、桜庭さんだったという。でも、桜庭さんがいやもう、前にいるから、見えないから、僕らこう、横からこう、こうやってこう、こう、なんとか見ようとしてて。で、桜庭さんが、真ん中に、ま、前にいながら、おい、やべえすやべえ女出てきたぞ、とかつってね。だから僕ら集まってこう、え、どれですか、どれですか、とかつって、うわ、たまんねえや、この女のケツは、とかつってね。 で僕はもう、その、そんなね、あの、桜庭さんのその感じがね、あの、好きでね、もう、いや、桜庭さんってもう本当 A 面、B 面がすごいなと思って、そういう姿はあんまりこう、先輩の前では見せないですよね。で、えー、先輩の前では大体 A 面ですよねで。僕ら後輩の前では B 面がよう出てきますね。はい。そんな桜庭さんですね。あと、 あのー、その当時あの、桜庭さんってあの、小松千春ってグラビアアイドル好きで、あのー、ヤンマガとかああいう漫画の本とかにこうグラビアがあったらですね、こう切り取ってですね、自分の枕の下にこう、そっと隠してるんですよね。ね。そういうちょっと可愛いところもあるんですよ。ね。で、えー、まあ、えっ、ー、とそんな、そんなギルガメッシュナイトというお話でした。はい。 えー、次にですね、えー、宮戸さんとの合コンからのというね、お話をしたいと思います。えー、宮戸さんがですね、ある時合コンにハマってまして、あのー、僕ら若手をちょいちょいこう誘ってですね、合コンのメンバーの,の合わせにこう使ってたんですけど、そんな時にですね、僕と桜庭さんが合コン行くんですけど、あのーえー、そこでまあ宮戸さんが、 えー、セッティング係の女の子。ね、皆さんはまあ、あのー、興味ないと思う。そのセッティング係が利用なんで、興味はないんですよね。で、まあ、その、結構扱いが雑な子がいたんですよね。それが、後に桜庭さんの奥様になられる方でして。で、まあ、その時にですね、あのー、 まあ、扱いが雑だったんで、その人はプリプリしてたわけですね、奥さんはね。で、プリプリしてて、宮津さんのことをこう嫌いだったわけですよ。で、正直ね。で、まあまあ、宮津さんは、あの、道場でもね、あの、まあ、鬼軍曹で、僕ら若手から恐れられながらも、ちょっとこう、ね、敬遠されてたところがありますから、えー、桜尾さんもストレスがね、こう、溜まってたと思うんですよね。だから、その、意気統合しちゃって、 で、合コン終わった後にですね、あのー、まあ、一緒にこう帰るんですけど、あの、僕はね、やっぱり気使って雑用をですね、全部こう、桜子さんの分もこう、僕がね、うまくやって、桜子さんにその、デートする時間をね、結構こう、ま、あ設けてたと。いやめもてちょっとお前、雑用変わってくれるみたいなね。 あの、でまあまあもう、気遣って僕はもう、そこ行ってきてくださいよ、つって感じで、結構ね、桜庭さんに貢献してたんです。そゃそうですよね。中世誓ったわけですからね。<laughs> でまあ、まあ、そんな感じでですね、あの、僕がですね、えー、桜庭さんのその、えー、恋のですね、キューピッドに、えー、なったわけです。はい。ね、グレーシーハンターとして、 ね、騒がれるずっと前からですね、実は桜庭和氏は素敵な奥さんをハンターしていたというお話、えー、です。結婚できたのはですね、俺のおかげなんですよ、皆さん。ね、で、たまにね、あの、プライドで活躍するようになって金、桜庭さん稼いでんなと思ったらたまに僕はね、行って、 桜尾さん、つって、もうちょっと稼いでんでしょつって、ちょっと、ね、なんかご馳走してください <laughs> とかってこう。僕はね、チクリチクリね、昔のことを縦にね、あの、言うんですよね。そしたらた桜尾さん分わかったよ、な、何食いたい何食いたいとか。<laughs> ね、すごい優しいんですよ。なんか、なんか、お前、買ってやるよ、お前。な、何欲しいんだよとかね、言ってくれたりとかね。かちょいちょい、中世を誓ってる割には、あの、いろいろ僕もつっつくんで。 あのー、結構、煙たがられるところがあります。はい。ということでですね、えー、以上が、えー、桜庭和志に忠誠を誓った日と題して、えー、桜庭さんの伝説の、えー、お話でした。いかがだったでしょうかね、良ければ、えー、高評価、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 で、今日はですね、冒頭でも話したように、えー、7000人、えー、登録者7000人いったんで、えー、ね、あのー、前回のライブでも言ってましたけど、お約束通り、えー、今夜9時から記念ライブをやりたいと思います。えー、皆さん、えー、ぜひご参加ください。それでは、えー、次回のライブ、あ、次回のライブじゃない、次回のね、えー、動画、 えー、そして今夜のライブでまたお会いしましょう。それでは、さようなら。